藤岡先生今回も出雲弁よもやま話、はい、楽しく始めていきたいと思います、はい、よろしくお願いします先日ですね街でお会いした方が、はい、出雲弁の番組は肩のご覧番組で <laughs> まあ、おっちらと見てますよって声かけていただきましたよね今日も先生おっちらと始めましょうかねはい。<laughs> それでは最初のキーワードからいきたいと思いますこれです坂又、はあ、を立てる、ね、あの実は以前新聞で、はい、坂又を立てるという出雲弁の語源について自分の考えをあの熱、ね、心に投稿されてる方がありまして <laughs>、はい、その記事をとても興味深く読んだんですけど、はいはい 先生そもそも坂またを立てる、これどういう意味ですか。うん、逆立ちですね。その坂またを立てるの坂またですけど、うんうん、なんかこう当てる感じみたいなのはありますか。どうでしょうか。逆さまという字と逆という字ですね。また、はい、ですな。ああ<ー>。だというふうに当ててありますよね。えーうん まあ、その感じ見る限りでは、まさに、あの、逆立ち。そうです。まあ、だいたいわかると思います。それ、人類だよね。で、先生、この逆股を立てるは、やっぱ出雲弁と思っていいです。か多分。ただね。あの、岩見でも、この言葉が、まあ、通じてるんですね。ですから、岩見は、逆股ですわ。とすればですね。 まあ全国的にもあんまり使ってたかもしれませんがねよく分かりませんけどね、はあ、そうですか、ええ、おそらくね、はい、今も,もうだんだんそういう使い方がなくなりましてね逆立ちになってますわ、はあ、私も「坂又を立てる」は聞いたことなかったです <laughs> 私でも言いましょっとよ「<お>坂又立てる」ってね。体育の時時時間間ににに立ちするような時にああす休み時間に あの廊下な,なんか使ってね、はあ、坂又翔子へっとこうた坂又してみんなで何うなん,うんですかね競争どこまで遠くまで行けるかとか速さの競争、はあ、え先生も逆立ちでそういうことされました私はありによかったです、うん、じゃあまあ坂又を立てて遊んだということで。<laughs> <laughs> この言葉から先生なんか思い出が一気によみがえってきたというそんな感じですかね、えー。体育はあんまり成績じゃなかったですけどさあそれでは先生次のキーワードに行きますけれどこれはね大根漬けを生やす。 切る。切るはです。はい。そういうです、だって私が記憶ではまあ母親なんかが台所でキュウリの今だったらキュウリの漬物ですかね。<laughs> なるほど。はい、あの野菜を切ったりし,、はい、してるのをはやすっていう。だいたいそういう時使いますね。ということはああえっと器用の小切りで切ったり。ああああ まあ咲いてる花をいけようと思ってパチンと切ったりそういう時には使わないんですか使わないでしたね<ー>、うん。でもその意味はですね、えー、あの切ることなんですよ。はい、ですから他の方にも使ったってあの良さそうなもんだけど、えー、不思議に経験的に言うと食べ物をはやすはやすんですよ。よ<ー>ただその野菜物が高い、はい 畑でで立ってるのをですね、うん、まあ上の方の,あの葉っぱのところを包丁を持ってきてあるいは釜持ってきて切るとかそんなはやすって言いませんがね連続的にこう切るようなのを生やすって言いますね、うん、でもその言葉ってあんまり考えずにもう普通に自然に,自然に使いこなしてるってことですよね。そうですところがその「はやす」というのはどんな字を書くかというと「生まれる」という字を書くんですよ。 あ,らあれで生やすと読むんですよ、はいね、ですから生かすこと生かすと言ってるんですよきき<あ>切きることなのに生かすとはあ、はあ、それがその「意味言葉」ってやつでありますけど、ねはい、そのいわゆる「切る」というのはやっぱりいい,い,いもんですよそんなねですから逆に「生きる」というあるいは「生かす」というふうな意味で生やすとこうやったわけです、はあ、なかなかまあ日本語ですけども日本語はなかなか考えてそのの使ってます、ね 大根生やすというのは大根を切ることですしねええ、ね、意味言葉を、うん、そうじゃない言葉にちょっと変えるっていうような思いが込められてるんですかそれで大体「窮忠」でそういうことがもともと女房言葉という形で,でも流行って流行るというか使われとった<ー>そうですけどね。例えば梨、はい なしはなしに通じますからね、はい、あんまいい言葉じゃないんだだから宮中ではアリのミダジ言ったそうですよこの夏場になると魚のええのが取れませんでね昔はだいた取れるのは満削ですわあれは満削というのは、ね 本当の名前はですね、はい、シーラですが。あ、シーラですね。は,は,はい。シーラというのは、大体この農村、た、一帯では。もうみんなに、身が固まらないで、シーラ墓地って言ったら。あの、まあ、もうみんなか空っぽだって。そう、シーラって言ったら、それを連想しますから。はい、それでも、逆に、満作ときたら、本人満作の満作。よく考えたもんです、ね。考えたもんですよ。えー、先生、この囃子は。は さっき宮中で使われてたということは純粋ななな出雲弁でで、うん、ではないいすすじゃないないですねただおそ<ー>らくもその「生やす」という言葉自体もだん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 ,だんもう使わんようになって、うん、ただ出雲ではまだかなりな部分で使われておるというふうな状態かもしれません。そうなるといずれそのうちに「出雲弁」というふうに言っていい時代が来るだろうと。<へー> <laughs> じゃあ先生、はい、あの出雲弁が出雲の宝であるように、はいはい、<laughs> 和菓子もまたこの松江の宝の一つのような気がします,す,、ねはい、す今日はどんな和菓子が登場しますやら、はい、ここで<は>はお茶の時間にいたしましょう、はい、今回のお菓子、はい、これは、うん、出雲南京らしいんですよ。 まあ、わび茶の精神に合うようなねそういうその彩りだって言われますが、はい、じゃあふまいも愛した出雲南京頂いてみましょうかちょっと食べるのが <laughs> <laughs> もったいないような、えー 出雲弁保存会会長の藤岡大雪先生とお届けしています出雲弁やもやままだしさて先生後半です、はい、この言葉ですしゃがわり不愉快だっていうのは意味ですけども不愉快というとちょっときついですわ、えー、我々の出雲弁の和や、はいは、えー、例えば、ね、まと。 年寄りがは針の目で出て,てますけど、溝ですなこうやって何目当ったってこうやって通らんことあるじゃないですか<ー>この場合は人ね自分自身のならないことに対してもちょっとイライラして,るイライラしてますよね。じゃあ相手に対してこうぶつけるような言葉とはちょっと違う感じですぶつけてもねえ<っ>柔らかいですわね。 そうですか。うん、喧嘩したり相手をなじったりするようなところまではいかないような。な、うん、かなか微妙でねで。微妙ですね。うか <laughs>、えー、先生以前ですね。<っ>同じような意味でエラクラシという伊豆毛弁が登場してきました、ね。意味の上で大きく違いはないですわ。<ー>で使うときに、はい、その場のその。 場,場の雰囲気で汽車代わり使ったかと思うと「えらくらしえ」使ったり針の溝の時だって「あきえらくらしえ」っていうのは言う,う方も使、ね、うし、ん、<は>じゃあその時の場面場面でポンと出てくる言葉が違ってくるって感じになりますかね。うんうんうん 記者代わりという出雲弁を使った。出雲弁川柳が届きました。はい。それをご紹介したいと思います。おちの孫。いいこと聞かじ。記者代わる。出雲市岡田町のペンネーム。平田の。かじっちさん。という方ですけど。先生、ちょっと私の。 なんか出雲弁の読み方が、何気に、ちょっとピンと来ないような感じがしますけど。<laughs> 先生一回読んでもらっていいですか?おう。おうち、の孫は。いえいことふかじゃ、記者が悪い。さすがですね <laughs> で。自分のところも、言うことふかんのですよ。はい。だから。いいことじゃないですよ。言うことですから。ああ<ー>。ですから。こういうことですか。その孫は、池けずで。はあ、おじいじの。 いうことを誓うと、はい、いうことをスカズ、<は>記者が悪るとこれですよね。幾千、はあ、何便行ってもスカズにもやる。この記者が悪るには、はいはい、そういう憎悪とか叱るということはあまりありません。可愛い孫のことですからね。うですよねもうなんう記者が割っていうのはどうちんですか。ちょっとなんか愛情も感じますよね。そういうものがも入っとるんですよ。 もうなんか出雲弁の発音も川柳に含まれてますしこれはもう私もパッと見た時は「いいこと」と読んでしまいましたがね、えー、そうすると意味が通じませんああそうだわ」と思って「うん、言うことすか」これはよく使いますがその<ー>孫は「言うことすか」できんわってな言い方あ,あれですね。 いや、その出雲弁の発音も川柳の中に入れ込んでくださってるから、<laughs> なかなか高度ですよね。ね人に対しては、きむつんまわきいうことしかできちゃわれていけんは。と言いながら、うん、そう、もう溢れるような愛情が。あるわけですわ。そう言いながらね。なんかこっちもほのぼのとし。ます。これを聞いてた、<ひ>もうさ、ここで聞いてた。 第三者といいます、はい、この人もそれをみんな感じてますので<ー>ニコこにして、まあ、聞いてるか見てるかそうですね、うん、案外その会話の時はうちも一緒だが<ー>みたいなねそういう会話のやり取りがあるかもしれませんね。ねということで今回もこういった素晴らしい川柳を送っていただきまして話も盛り上がってきましたそういう川柳ね<っ>単なる単語の。 珍しいさちがだけはなくて、そうですね。ぜひお待ちしていただきます。はい。あのまた皆さんと視聴者の皆さんと一緒にこの番組を盛り上げていきたいものだと思っています。はい、先生今日はありがとうございました。した次回もよろしくお願いします。うん